空振り三振。あっさりと先頭は分かったボール球をピッチャーも打たせたいみたいなね、で2番の中村は初球打ちセカンドゴロに渡ります。バースデーの打球清宮がいます。でキャンバスを踏んでスリーアウトという印象がありましたけれども、ライトへの打球になります。ライト木村がいます。使っています。フェアゴ、これは打ち上げました。山口ピッチャー、いやピッチャー自分が行くと言ってますか。そうか、もう野球界の何か金を破るような球で粘ってインコースジャストンのキング、ね、加藤しっかりと大量援護をもらった後の2回の表のピッチング定点に抑えています。左が入っています。で今度はセカンドへの打球石井和成、もう見せていた、で藤原も振り抜いた打球レフトへの打球、今度前目に守っていましたが取りましたか。オーバーザショルダーの難しいキャッチでしたね。カーブをセンターに持っていきましたがセンター中島が掴んでいます。セカンドへの打球石井一成さばいてもらいます。こうやってもコントロールよく毎回こう投げてくれたんですか、ね、ジャステルキングです。もうこのままですね。あーそうなんですか、はい、これコントロールで悩むピッチャーマッツーピッチマットの先ショートへの打球上川畑の守備、表のマリンズの攻撃初球打ちセカンドへの打球石井取って一塁送球はどうか間に合っています。強いリスト見せました石井ナイスプレイ。体勢的にはコースをねしっかりと投げ分けてますね。ファーストへの打球下がりながら清宮取ってベースカバーに入った加藤に渡っています。初球打ちセカンドへの打球は石井が一塁送球スリーアウトになっています。右方向のバッティングはセカンド石井がいます。こうやって先頭バッターが切れるというのも先頭バッターの初球への入り方も非常にいいですよね。スタートと負けたけど毎年同じような、ね、イメージがある。そうですよね、はい、初球をつけていく、インターを取っています。加藤ダイレクトキャッチフィールディング、さすがにここは定評があります加藤です。ショートの打球は上川畑投球、大体そのあたりですね、あの大学の4年生ぐらい3年生4年生ぐらいから、なんとなくこうプロの世界が分かってきてという感じですかね。13イニングほど、まあ、12回と3分の1必要だったんですが、もう、でこれはショートへの打球取れませんか。上川畑でうーんとセカンド石井がカバーしていたのナイスプレー。ワンアンドワンピッチャー加藤を取っています。そして一塁送球スリーアウト7勝目ということになります。打ち上げましたナイトへの打球ナイトアルカンタラがいます。フェアゾーンでした。そして先頭を切るということのその大切さですよね。加藤角中を最後見逃しの三振ジャストルキング。初球打ちショートへの打球は上川畑一塁送球スリーアウトになっています。加藤貴之がキャリア3度目の完封勝利で今季7勝目栄光のクラシックユニフォームで勝ち越しを決めています。